内藤武史8月17日から1944年3月31日は日本の海軍軍人。太平洋戦争において艦隊参謀職を歴任した後、海軍おつ事件で殉職。殉職による一階級昇進で最終階級は海軍大佐。山形県出身。山形中学卒。海軍兵学校52期。 石字は236名中6番。高松の宮信の人親王、イリサ俊也、淵田三つおらは同期生である。海軍大学校校三36期。内藤は戦闘機の現田ミノルと並び、爆撃機の内藤として知られ、鳥畑栗武氏らと共に、海軍爆撃術の体系化に功績があった。1939年1月から10月まで、独主張。 第二次世界大戦勃発直後の独空軍は目覚ましい活躍を見せていたが、内藤は海上攻撃における問題点を指摘した。1940年海軍中佐進級。南遣海艦隊参謀として太平洋戦争の開戦を迎え、南遣海艦隊司令長官小沢寺三郎を補佐した。南西方面艦隊航空参謀を経て、 ミッドウェイ海戦後に再建された第三艦隊の航空高参謀に就任。第一航空艦隊航空参謀であった同期生、源田実の役割を担う。第三艦隊の作戦指導の中心は主席参謀の高田利種であったが、ミッドウェイ海戦の敗因となった策的について、内藤は新たに策的計画法を立案し、人形についても、 空母と名前で構成された本体とは別に、前衛部隊を横広に展開させる陣形を発案する。この陣形は敵を早期に発見し、攻撃隊の動標になるなどの利点があり、また航空攻撃に次いで前衛部隊による攻撃を意図していた。南太平洋海戦において採用された、この陣形は前衛部隊が米空母、ホーネットに止めを刺すなど日本の勝利につながった。 なお、同海戦における内藤の攻撃方向についての判断を伊藤正則は明団と表している。1943年4月、連合艦隊航空港参謀に就任。連合艦隊司令長官、小上根一の補佐に当たる。翌年3月のパラオ大空襲の際、同地にあった連合艦隊司令部は、西式台、定二機に分譲して、ダバオへ脱出することとなる。しかし、 内藤が同乗した小垣は行方不明となり、内藤は殉職認定を受けた。南太平洋海戦に空母、昇格運用長として参戦した福地近は内藤の同期生である。内藤は昇進がクラスの戦闘グループにあり、海軍中佐になっていたが、福地は海軍少佐であった。同海戦前夜、福地が内藤から渡された紙包みを開くと、中身は、 海軍中佐のエリショーであった。内藤は明日は戦死するかもしれない、同期生に内包されていた昇進をそれとなく伝えたのである。翌日の戦闘で内藤は司令部と共に退官し、二人は再会することはなかった。独空軍を率いた総司令官ゲーリングは野村直国に対し太平洋戦争開戦直後の日本海軍航空部隊の海上作戦に賛辞を述べ、 独空軍は、何十回攻撃しても、英海軍の主力艦を撃沈できないと嘆いている。帝国海軍士官入門、クラスヘッドが、航空へ、海軍、黒潮物語、南太平洋のつわものども、海軍航空大使松木、陳樹湾に至るまで、一海軍士官の海藻 P-82、機動部隊、第一部、第二章第一節、連合艦隊作戦室から見た、 太平洋戦争第3章、海軍参謀第1章、連合艦隊の栄光第4章14、昇格、被弾して離脱。